江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K国の掲示板からのご紹介でございます。 K国民、 K国スポーツはなぜ破滅したんですかというスレッドがありましたので、ご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。 K国スポーツはなぜ破滅したのですか。今回のパリオリンピックでも金メダル10枚未満がほぼ確実だという、なぜここまで崩壊したのですか。はい、というね、こうすれ主の書き込みだったんですけれども、それではですね、こちらに対して結構の反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目こちら。10代と20代がいないから年齢ひどくなっている気がする。全然失敗してない。これくらいの規模の国で金メダルが1枚でも獲得できれば上出来。基礎競技種目こそメダル畑なのに、異常に弱いレベルをはるかに超えて言及することすら恥ずかしいレベル。競争力がある一部の例外選手を除いて惨事になってる。少子化の影響、将来的にはさらに大変なことになる。大企業からの支援が打ち切られたからじゃない？スポーツへの投資が減って運動しようとする子供たちも減った。むしろこれから滅びるところなんだけど、これからは人気スポーツだけが生き残る。我が国の体育インフラを見ていると、ただ入学して勉強だけすればいいみたいになってる。お金になるスポーツだけに人が集中するから。学生時代は勉強をすべきだと勉強を強いられて、そのせいで練習不足、少子化で学生の数が激減、たすスポーツをしなくなった。子供が貴重になってきたから大変なスポーツをやらせなくなった。金持ちスポーツはより金持ちな国が多いから競争力がない。エリートスポーツの衰退、たすスポーツ人口の暴落、20代の人口がめちゃくちゃに暴落中。スポーツ選手たちが芸能人のようになってきた。インスタグラムを覗くとその人がアスリートだとわからないレベル。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらチャットの反応を見ていきましょう。はい、それでは上の方からいきますかね。練習しないからに決まってる、わら。ルール山なあすら知らないのに高級鳥になって天狗になってるから。フィジカルは強いとか言い訳して練習サボったつけだよ。金と根性がないからモラルも低いよね。なんでってスポーツ好きなやつ減ったからじゃね。うぬぼれた結果エリートだけ育てればいいなんて考えした結果、わらわら。実力が伴わないのに無駄に高いプライド。基礎体力ができていない。チームワークが全くない。それだけ。何の役にも立たないよ。受験文化のせいだろ、わら。興味があるのが勝利だけだからだよ。 W スポーツには興味ないだろ、わら。線になるスポーツすれ国内で囲い込もうとしてレベルを落としたんじゃないかな。ルールマナーモラルを知らず、偶然を装った反則が VAR を取り入れられるようになってから通用になくなったんだろ。金持ちスポーツ、じゃあバレーはいかが、わら。お金にならないからスポーツをしないっていうだけでね、ちょっとスポーツにする熱さが別次元レベルで違うよね。お金になるスポーツって何？どのスポーツも稼ぐにはそれなりに実力いるんだけど、その実力もなくなってんじゃん、わら。金持ちが多いからプロ選手が多いのではない。ブラジルを見習えばそんなことを言えなくなる。私は、いや、これが刺さるね。確かにブラジル見習えばそんなことを言えなくなるって確かにそうだよね。模範となるような人がいない。いないっつってもいなくもないか。まあ K国にとって、 K国はサッカー人気が多いから、やっぱりソン・フンミンの影響でサッカー人気あるでしょ。かといってでもフィギュア人気あるかっつったら、 K国さんあんまりフィギュアなんか興味なさそうなんだよね。バレエは興味あるね、 K国さんは。まあバレエは年俸も高いから、それだけこうお金が回る業界だろうから、国民の注目もそれなりにあるね。ゴルフもまあそこそこって感じかな。あとアーチェリーはね、もう企業がヒュンダイが金突っ込んでるからね。まあいろんな要因あるよね。はい、皆さんはどうお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。